どうもです、はい。まあ、タイトルにもあると思いますが、うん、ちょっと珍しくと言いますか、はい、あの格闘技系のことをちょっと、動画を出すんですけども、はい、まずですね、本当にこれありがたいことで、もともと安武とかトンボはさ、知ってるやん、俺が昔から格闘技好きって、はい、でも結構こう格闘家さんたちが結構厳しめで、うん、俺はちょっとこう、はい、後ろに下がってたりする、うん、でもこう開作の小部屋の方でコンテンツを作ったりしながら、うん、徐々にこうなんか浸透していってるのかわからないですけども、うん、今回ねめちゃくちゃ多かったんです、その、はいはい、まあ、X だったりとかメッセージ、まあ、それこそ動画のコメント欄にまで今回の朝倉未来さんについて喋ってほしいっていうのが、うん、そうだからそういう声が本当に多かったっていうのと、まあ、僕ずっと公言してるというか、朝倉未来さん、まあ、朝倉海さんも含め朝倉兄弟の大ファンでっていうのを言ってたし、うん、まあ、自分的にもちょっと撮りたいなとも思ったしっていう理由で、はい、ちょっと動画を回させていただいてます、うん、まずはですね、朝倉未来さんお疲れ様でした。はい、めっちゃやっぱりショックやったな、うん、もうとにかくいつも通り僕はもう部屋にこもってですね、あのペーパービューを買ってですね、こうガッて見てたわけですけども、まあへこんで、もうなんかこんなコメントも来てたわ。開作チャンネルでね、あのタコ、あ、タコ、トンボが、おー、タコトンボが一回隠し撮りをね、うん、して、はいはいはい、僕がお風呂を入る前に、はい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 、ルーティーンでいつもこうやったりする、ね、はい、もうガチで今回できなかった。あー、うん、いつものルーティーンがもうね、立てなかった、ショックすぎてちょっと泣いたしね俺、うん、で家族もちょっと俺に気使うぐらい、あー、なるほど、そう、もうぐらいちょっとへこんだというか、ただやっぱり逆に平本蓮選手が本当にすごかったなっていう、うん、もうやっぱかっこよかったし、あれもね、うん、っていうのもあって、ただやっぱり一ファンとしてね、ものすごいこうガンってへこんだんですけども、でまあやっぱり試合が終わった後もインタビューがなかったりとかして、すごく、うん、次よ、あのへこみから心配になってきて、ミクロさんの声が聞けなかったっていうのもあって、で次の日かなにインスタグラムの方でまず声明出されて、そして、ご自身のチャンネルの方でも、語られてはいたと思うんですけども、まあ一旦退くっていうことかな、うん、ただ格闘技が本当に好きなんで、こうね、 JTT のサポートだったりとかっていうのは練習も続けるっていうことだったので、なんかそれはやっぱり個人的に嬉しかったし、うん、でご本人ともね何度もこう絡ましていただいてて、やっぱりみんなもそれは分かると思うけど、本当に心の底から格闘技好きな人やんか、多分やめれないと俺は思うし、うん、でもご本人的にも性格もそうだからね、もともともう負けたら引退っても言っていたっていうのもあるし、本当に欠けてたっていうところあったと思うし、で一回ヒカルさんとの泥酔はしご酒で僕がもう本当に酔っ払いしすぎたっていうぐらい酔っ払って、その時にねもう覚えてなかったんですけど、後から見て、うわこんなこと言ってたんやって思ったのがあって、うん、それがやっぱりこう、もう自分のためにやってくれみたいなね、うん、ことをお伝えさせてもらってたんですけども、今回まさにそうやったと思うの俺、うん、今までは結構いろんなものを背負って人のためにだったりとか、格闘技ファンのためにだったりとか、ひいては格闘技界のためにとかっていうのを僕はずっとそう見えてたんですけど、今回の一戦に関してはご本人も確か口で言うてたと思う、今回は自分のためにもう全力で過去一の朝倉未来で戦うっておっしゃってた、結果があのような結果だったんで、本人的にももう一旦自分の戦いは、やめるということになったということですね、うん、だから一ファンとしてはもちろん寂しいです、もうめちゃくちゃ寂しい、やっぱりこれからももちろん朝倉未来さんの戦い見たいっていうのが本当は本音っちゃ本音ですけども、でもやっぱり一ファンとしてね、本人が決めたことを応援するのが一番だと僕は思っているので、寂しいですけども、これから先の朝倉未来さん、まあ一旦とおっしゃってますし、ひょっとしたら分かんないですよね、もうずっと練習もしてきて、どんどんまたなんかひょっとしたらまた強くなっていってて、ご本人が試合したいって思ったらしたらいい、それは復帰という形になると思うんで、僕は全然それはそれで素晴らしいことだと思うしっていうことですよね。であの方は本当にもう格闘技をね取ったら何も残らない、そんな人では絶対にないんで、多分また新しいことにも絶対たくさん挑戦していくでしょうしね、うん、もうこれから先も YouTube も絶対に続けて、 もちろんブレイキングダウンはもうね成功もされて、これからも続けていくだろうし、新しいコンテンツだったりとかなんか、うん、
僕個人としてはまたメンバーさんとの七輪動画がこのタイミングで見たいかな。なんかみくるさんと吉田くん、吉田さんだったりとかあのメンバー、うん、朝倉みくるファミリーの七輪の動画がすごく見たいなって、うん、やっぱりあのメンバーだからこそみくるさんも本音が話せることだったりとか、あのメンバーだからこそ、まあ、友達だからこそ聞けることだったりとかあると思うんで、うん、個人的にそのような動画なんかみくるさんのチャンネルで見たいなってわがままかもしれませんけども思ったりとかで、一言多いなお前はって言われるかもしれないですけども、個人的に一旦ね、戦場から自身の戦場から足を引くっていうことなんであるならば、先方さんがもちろん良ければですけども、僕個人的に斉藤豊選手との対談とか見たいなって思いますね。もちろん斉藤選手が良ければですけども、ね、うん、なんかそんなもうみくるさんにしかできない、みくるさんが作ってきた物語だからこそ、うん、ファンが見たいっていうものだと思いますしね。はい、とにかく本当にお疲れ様でしたっていうこととですね、はい、心からありがとうございましたですね。うん、何の俺かっていうと、やっぱりマジでもうこれも全部密集中の事実だと思いますけども、ここまで雷神ね、今回埼玉スーパーアリーナのスタジアムバージョン4万8000人やって、うん、っていうのが満席になって熱狂、もうここまで持っていったのはもう確実に格闘技界を、僕は朝倉未来さんの功績だと思いますので、もちろん相手あってですよ、平本蓮選手とのいろいろな物語があってのはあれですけども、でももっと前からねずっと盛り上げてきて、うん、広げていって、もちろんブレイキングダウンもそうですけども、そういうのをひっくるめてそこの功績っていうのはもうでかすぎると思いますんでね、うん、一格闘技ファンとしてやっぱりあんだけ盛り上がるとやっぱ嬉しいし、めちゃくちゃで本当に今回感じたのは、例えば安武とかトンボとかも今回見たらしいね、はい、しましたね、この2人が見るなんてなかったんですよ、本当になかったんですよ、うん、でも今回僕がちょっと見ろよとかそういうこと一切言ってなくて、うん、でもやっぱりおそらくこの物語があったりとか、そうですね、この世間のこの盛り上がりで見たいって、うん、ペーパービュー買って見たいと思ったわけです、うん、はい、これってそういうことやと思うんだよな、うん、俺がどうこうじゃなくて、だって今まで気遣うの全く見てないですから、うん、そうですね、そうやんな、はい、全くね、で安武はもう見ん方が笑いやみたいになってた、うん、そんな安武もやっぱり見たいってなるぐらい盛り上がってたっていうのは、うん、すごいことだなって思うんですよね、うん、それはやっぱりもう僕は朝倉未来さんのおかげだと思いますんで、そういう意味で、まあ、誰が抜かしとんねんですけど本当にありがとうございましたっていう、ありがとうございますということでございます。そして、はい、平本蓮選手本当に強い、うん、もうそしてめちゃくちゃかっこよかった。で物語の作り方でいうと賛否がある物語の作り方でしたけど、結果こうなってるから、うん、そういう世界だと思うし、うん、もちろん良し悪しあると思うよ、人によっては、私は僕はそういうやり方嫌いいるかもしれませんけども、でもあの結果を残したもう平本蓮選手はどう見てもかっこいいし、でね、あの試合をきっかけに朝倉未来選手が一線を退くっていう形になったんですから、ぜひですねスターになっていただきたいなと思います。そして、うん、スターになれる器だと思いますしね、うん、まだ若いし、うん、でみんなはあんまり詳しくないかもしれんけど、本当にまだまだ伸びしろあるのよ。もともとね K1 でものすごいね功績だったり戦績だったりを残してる方なんですけども、まだまだ伸びしろがあるから、本当に世界を狙える選手だと思うし、うん、まずは雷神をね、どんどんまた日本の格闘技界をどん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 盛り上げていっていただきたいなとか思いますし、まあ何が何のあれなのかね、鈴木千尋さんと今ちょっとギャッってなってますけども、うん、鈴木千尋さんは千尋さんでうちのねチャンネルの小部屋の、格闘技コンテンツの一発目、あの方がいたから格闘技コンテンツができたって言っても過言じゃないからね、うん、そんな鈴木千尋選手と今平本蓮選手がガチャってなってるっていうね、またその辺のストーリーも楽しみだなと思いますし、どん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 格闘技界を盛り上げていっていただきたいなと思います。はい、すいません、なんか偉そうに長々と喋りましたけども、今僕がもう本当に率直な気持ちっていうのはこのようなことですね。はい、とにかく朝倉未来さん本当にお疲れ様でした。そしてありがとうございました。